よろしくお願いします。環境省の森里川海、森と川と里と海をつなげてこう、ね、地球をどんどんいいところにしていこう、私たちのこの自然環境っていうものをこうもっと身近に守っていこうっていう取り組みをしているんですけれども、今日は皆さんでそういう部分を自分の内側からもうこう引き出しいっぱい引っ張り出してもらって、それが必ずお客様の笑顔とかみんなが欲しかったものにつながっていくかなと思うので、ぜひ皆さんでやっていきましょう。グリーンラッピングというのを書いてくださってる方が結構いらっしゃったんですけど、グリーンラッピングとは何ですかって聞いてもいいですか。ギフトするギフトラッピングのものになるんですけど、税込み100円なんですが、それをお買い求めいただくことによって植林につながるギフトラッピングになるので、まあ、お客様にご提案するときに、まあ、そういったご説明をしつつ、そちらをご購入してラッピングするようにご案内しています。子供のグッズ靴はなんで取ってくれるのみたいな感じなんですけど、初めは衣料品の回収みたいなのが始まったん で靴だけ程度がよく分かってらっしゃらないところも、一応ザンビアのお子様にお子様たち靴がなくって病気、足から病気をもらったりとか歩けなかったりとかで学ぶことができなかったら、そういうことができないことに役立てるんですよって言ったら結構喜んでいただいて、で、まあ、寄付のお礼にですね、割引券のプレゼントをしておりますので、それでお子様の必要なものをご購入いただいたりとかっていうのにも役立っているので、捨てる前にここに持ってきていただけるっていうのも活動にもつながっているので、お客様のお客様にどのようなライフスタイルを提案できたか、まあ、企画によってっていうところで、レジ袋の有料化前にプラスチック過剰使用の抑制のためにマイバッグを展開しました。環境活動の提案とともにライフスタイルやファッションに合わせて自分のお気に入りを選んでいただいて、それをその選んでいただくことがすごく楽しんでいただけたっていうことで、なんかこうエコバッグっていうこう、まあ、ゴミを出さないために持つだけじゃなくて、こうお気に入りとしてなんかこうプラスの感情で、あ、可愛いから持ちたいっていう風に、でそれがプラスになってこうエコにつながっていくっていうのをすごくいいお話だなっていう風に思いました。物の物語、身の回りのものがどんな風にしてここまでやってきて、でそれがですね、どんな形になってそれをどうやって届けるか、まあ、入り口も含めて物の物語をいかに伝えていくかっていうのを考えていただけたら結構いいポイントになるんじゃないかなと思います。お出かけのお供、身の回りを自分の嬉しいもの、自分が嬉しくなるものと暮らしが豊かになるようなもので繰り返し使っていくとエコだし、さらにハッピーになるよね。思いの根っこ、こう取り組みの根っこっていうのを聞いてみると、意外と商品の付加価値が増えてきて、100円だったものが300円になるかもしれない。その付加価値っていう部分はその思いの根っこに詰まっているので、見方を変えて、いくといいかなと思います。シェアショッピング、作る人やそれを届ける人の思いを聞いて、この先もずっと残ってほしいなということで物を買って応援していく。シェアしますので、かけたところからペタ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 。お出かけのお供っていうところが結構みんな響いていて、やっぱりかわいいエコバッグだとかそういうコーナーがある。で、まあ、その商品がかわいいだけではなくて、やっぱ作った人の顔が分かったりだとか、まあもう一つ出てくるもの物語にも通じるんですけれども、ブランドとか伝統とかそういった製品があれば、その内容とかが分かるような、まあ、ディスプレイとか写真とかプロフィールが知りたいよっていうのがやっぱり出てきました。暮らしのヒントっていうところから、マイピースっていうところが、ちょっとこうあるかなっていうところで、今お客様も百貨店離れしてる方がすごく増えてきているというところから、ご家族が楽しんでいただけるっていうところの視点で、お子様がちょっと販売員というか、お子様にこういろいろ商品 のできる過程であったりとか、こういうふうにできてるんだよっていうのを知ってもらうっていうところで、一緒にちょっと販売をしてお客様にお伝えしていくっていうサービスや体験ができたら楽しいんじゃないか。
ってくれちゃったよ。今日はですね、総合さんっていうあの館での取り組みだったんですけど、ぜひ個人でもできることたくさんあると思うので、結構ね、あの個人の生活にエコとかこういう暮らしのヒントを取り入れると豊かになるので、ちょっと試していただけたらなと思いました。ありがとうございました。 あと皆さんのチームワークがもうすごい良くて、うん、発表の時にさっとこう渡したりとか、さあ最高だなと思いました。ありがとうございました。お疲れ様でした。